ライブでプレイするとどんな感じになるかっていうのを少しやってみたいと思います。
ライブでやって組めた構成っていうものがいくらでも崩せるし、うん、逆に言うとまた同じことをしたければ、うん、はい、先ほど見せたようにライブしながらレコーディングしとくことによって、うん、もう一度それが再現することができる、はいはい、僕の場合はそのもともと組むっていうやり方よりもアレンジメントビューは完全に無視して、うん、常にそれぞれのパートっていうものをその場でそのなんていうのそれこそライブ感っていう意識の中でインプロバイスしていく、でそれをランダムに掛け合わせてって、実はこの曲のこのパートが違う僕の曲の別のパートになってたりとか、それは DJ とは全く違うじゃないですか、考え方が。なんか僕が一番言いたいところはとにかくパフォーマンス的要素と楽曲を編成構成する要素っていうのが同時にできるっていうのが、はい、やっぱ素晴らしいところなんじゃないかなと思います。クラブシーンの中でのパフォーマンス要素としてすごくニーズとして必要な部分でもあって、うん、それっていうのはその DJ 的な流れと今言ったようにシーケンスを組んでて楽曲を作っていくっていうある種その作り手側の要素っていうのがその場でシンクロできるわけです。そういう画期的なソフトなんです。ライブパフォーマンスなんだけど DJ ライクな DJ 要素をそこの中に盛り込んでいくってことができちゃうソフトなんですよね。